ミミッキュ来たか。ついに待ちに待っていたミミッキュ。もうこのシリーズ、スケールワールディングでさ、あ、そうだ！その前に大きさ比較の、バンナ、不思議、でっけおめえ。このガタイボリパワー、でっけ、これ、この不思議バナを隣に置いて。やはりこのシリーズの楽しみ、大きさを比べられる。やっぱ比べてやな、ミミックとバンナの大きさ。でね、あとで斎藤とカポエラのセットもあるんだよね。オニオン、サニゴン、ミミックのセットと、斎藤とカポエラのセット。ミミックはメインディッシュにとっておきの、最初に斎藤カポエラのセットを開けの、そしてミミックに突撃のして、ミミックを見ると。で、バンナーと比べ、いや、サイコロプランじゃない。マッスルプランガタイっしょ。で、でもね、俺ね、ミミックメインディッシュって言ってる、こっちも楽しみだったんだよね。プレ版、俺プレ版で買ったんだけど、プレ版のサイトで見た時にさ、カポエラめっちゃ、うおー、すげえ、やば、めちゃくちゃ待って。これね、ミミッキュメインディッシュ、こっちもメインディッシュだったかもしれない。俺ミミッキュだと思ってたけどさ、こっちもメインディッシュだよね。どんどん出て、トレーナーたちもどんどん、もうルーリーだったね。いや、ルーリーな、良かったよな。めちゃめちゃ出来が良かったね。最高の出来だったんで、今回斎藤も来てさ、めちゃめちゃもうなんかいろんなの出てきてるからさ、このアーマーガーもさ、このアーマーガーめっちゃでかかったよな。もう歴代最強のデカさ、めちゃくちゃかっこいいです。すげえデカってびっくりしたもん、アーマーが。で、今回カポエラーとかもゲットでき、まあ、斎藤もね、ゲットできて。いや、素晴らしい。どんどん揃ってきてるね。で、あと、ミミッキュ。いやー、ミミッキュめちゃくちゃここにいるけど、アーマーが、前回開けたアーマーガーと比べてこんなちっこいけど、すげえ楽しい。うわ、来たー！素晴らしい！斎藤とカポエラー。かっこいいな、斎藤のポーズ。カポエラーも凛々しいね。表情がいい感じの表情だよ。で、これを開けて、斎藤とカポエラを見て、からのミミッキュ。いや、ミミッキュすげえ楽しいだな。このシリーズでマジ欲しかったんだよね、ミミッキュ。ダダーン！これが、斎藤&カポエラーのセッティング。素晴らしい。あ、でね、で、これね、食玩シリーズだからギャムが入ってるはずなんだけど。あれ？ギャム？あ、これか。ギャム。ギャムがね、食玩だからね、これギャムが入ってんだよね。ギャム倉庫に後でダンクシュート。おお、素晴らしいクオリティ。これさ、ポケモンだけじゃなくて、トレーナーたちもクオリティ高いよな。サイト首回んのかな？首回るやつとね、回んないシリーズがあってさ、あー、微妙だな。首動くかな？ちょっと動く感じしないかもな。おー、サイトかっこいいな。イカス、ちょっと待って、首動くかな？あ、首動くわ！ 360 度ぐるぐる回るわ。360度。首固まってなかったね。でもまあ、やっぱこっち、おー！こっち向けた方がかっこいいな。サイト。すげえ、めっちゃいい、クオリティ高っ。ペイントも綺麗だから、造形やっぱ素晴らしいよね、このシリーズね。これ自立するんじゃないか。一応スタンドついてるけどさ、足の裏もちゃんとペイントされてるし、ね、綺麗にね。自立多分すると思うの、ちょっと。余裕で。しかもちょっとね、つま先立ちになってるんだよね、右足。そこもいいわ、かっこいい。足が浮いてるんだよね。でもスタンドがあるから、スタンドつけた方が安定するから。あー、こっちが、こっちだと思ったけど、こっちはでかい方だ。こっちのでかい方で両足をホールディングするタイプだね。両足を、裸足をこの、ホールディングして、こうセッティングするわけだ。ダダーン！おー、かっこいいじゃん！すげえ、安定感マシマシになったな、これで。安定感マシマシ。でもって、お次がカポエラーという。カポエラー重てえな、重量感あるわ。でかいね。斎藤に比べたらやっぱ、めちゃめちゃでけえな。こんなでかいんだよね、カポエラー。表情、これ首、あ、首回んないね。首回るかなと思ったら首は回んないね。すごいさ、これ、え、待って、これどういう風に設定するんだ、これ。こう、あ、スポって入れるタイプか。あー、わかったぞ、わかったぞ。こういうタイプね。こうだわ。こうやって下に滑り込ませるタイプのスタンドってことか。こうだよな。あ、逆かな、こうか。これで大丈夫だよな。すっぽりはまったから、肩がはまった。これで、うん、安定感がマシマシになった。これがカポエラーね。カポエラーと斎藤の並び。おー、めっちゃかっこいいじゃん。どっちもかっこいいよな。斎藤もかっこいいし、ポーズがめっちゃ決まっててかっこいいし、カポエラーもすごいかっこいい、凛々しいよな。すごい、めっちゃいいセットだったね。こっちの斎藤とカポエラーセット。でも本番がさ、こっちのミミッキュ。いやー、マジ楽しみ、ミミッキュ。この箱の中でミミッキュがいるって考えるだけでワクワクするよな。それではミミッキュの封印を解くしかねえなー。いやー、待ちに待ってたミミッキー、やっと届いたかー。スケールワールドのミミッキー、すげえ楽しみだったんだよね、ガチ。パカリス仕事開けまして。いやー、すげえドキドキしてきた。めっちゃ、あー、ミミッキーだー。やべえ、
かわいすぎる。スケールワールドのミミッキュっていうのがいいよね。他のやつだとさ、大きさ比較できるからさ、めちゃめちゃそこが熱いんだよね。こう大きさ比較ができると、ミミッキュとアーマーが比べたらこんな感じなんかと言ったやつ、アーマーが強そう。これナンバーワンで強そうじゃない、アーマーが。でもバンナーもでかいからね、不思議バンナー。オーダイリーとかもでかかったしな。いやすげえ、カビゴもでかかったよな、このシリーズの。キャビゴンね。それでは開けましょうか。いやめっちゃドキドキする。もうここまで揃ったね。ここまでついにここまで来た。ルリネから始まり、いや素晴らしいよ。めっちゃ緊張する。いやでも大丈夫でしょ。もうミミッキーは俺ね、いろんなフィギュア持ってるから大丈夫、取り乱さないから。ミミッキーはねもう大丈夫、慣れてるはずだから。ミミッキー体勢はついてる。でもいちいち可愛いからさ、ドキドキする。ミミッキー出るって、あーミミッキーいた、ちっちゃい。ギャムが落ちた。一応3体ついてるからさ、3個つけといてほしいよね、ギャムね。ギャム1個しか入って、あっちも1個だったし、こっちも1個つれ。1個ずつしか入ってないつ。ギャム3個入れてくれればいいのにな。うわ、ミミッキーだー。かわいい。これがミミッキーとオニオンとサニゴーンのセット。やっぱミミッキーファンからするとこのミミッキーメインでやる、もうね、ミミッキーいるだけでマジテンション上がらん。嬉しすぎない、ミミッキー。ミミッキーのラインナップが嬉しすぎる。ありがとう、ミミッキー来てくれて。一生の宝物にするぞ、ミミッキーは。ダリーン。ポケモンスケールワールドの今回もうナンバーワン、ハイライト来たな。だだ、お、すげえ、クリアパーツめっちゃ綺麗だわ。クリアパーツ。たださ、大きさ比べられるシリーズだけじゃなくて、クオリティが高いからいいよね。チャッチくないんだ、作りが。すごくね、クリアパーツ。透き通るクリアなボディ。超綺麗。え、めっちゃ綺麗じゃん。でも、ミミッキーの初戦前のね、前座っつがね、やっぱミミッキー楽しいだからさ、あ、でもやっぱクオリティ高。すげえ、めっちゃクオリティ高いわ。これはビビるな、このクオリティ。すげえ、特徴的な髪型もちゃんと再現されてるよね。なんか、ね、粘土ロイドっていうか、粘土で作ったみたいな髪だよね、これね。すごく可愛い。おぉ、めっちゃいい感じ。これ、スタンドあるから、後でスタンドつけて立たせるわ。で、ミミ。いやー、ちっちゃい。めっちゃいやー、そこがいいんだよね。他、カポエラと比べたらすっごいちっちゃくない？カポエラでかいもんな。カポ、うわ、これがミミッキーだよ。スケールワールドシリーズのレア中のレアのミミッキー。やっと来たか、ミミッキー。待ってたぞ。待ちに待ってたミミッキーがついに登場と。ミミッキーはスタンドないから、そのまま置くだけっつね。ちょ、置いてみる。めちゃめちゃちっちゃい、ミミッキー。こんなちっこいのか、ミミッキーは。不思議バンナーと比べて、この大きさ。俺、ポケモンバトルにならんくねえか、これ。踏み潰されて終わらん。ミミッキー。これ、すっげえちっちゃい。で、それぞれね、台座があるから、台座にセッティングして、素晴らしいディスプレイ、並び。やっぱ、ミミッキー今回一番熱かったから、でもそれぞれ良さあるね。カポエラもすげえ気に入ったわ、これ。カポエラ凛々しい表情がすごくいい、これ。まあ、無表情に見えるのだけれども、よーく見ると凛々しさが伝わってくるんだよね、ほら。むっ。いや、いい感じで、斎藤ね。斎藤もかっこいいよね。で、ミミッキー。ちっちゃい、かわいい。他のと大きさ比べてこんなちっちゃいんだよ、ミミッキー。そこがいいよね。カポエラでかいもんね、こう比べてると、ミミッキー。ミミッキーに対してこのカポエラのデカさ。すーごいいい感じ。で、クリアパーツのボディがめっちゃ気に入ったわ。クリアパーツのボディ。超綺麗だよね。マジか、今回のセットも最高だったな。次回もやばいの来るけど、今回のセットも本当に熱かった。斎藤とこのカポエラの並びも熱いし。でもやっぱね、今回はね、ミミッキーがナンバーワンだったかな。ミミッキーすげえいい感じだった。めっちゃ、このスケールワールドでのミミッキーっていうのが熱いんだよね。ミミッキー、いろんなガチャのミミッキーとかいろんなの持ってるけど、ぬいぐるみとか、やっぱね、スケールワールドでゲットしたミミッキーっていうのが熱いんだよね。すっごいね。他のスケールワールドと並べられるからさ、大きさ比較にめちゃめちゃいいわ。ディスプレイ違いあるわ。ということで、今回は、ポケモンスケールワールドの、ミミッキュセットと、カポエラセットのね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、ゲットして、ディスプレイしてみて。特に、ミミッキュセット。やっぱ、ミミッキュファンはね、ゲットするしかねえぞ。めちゃくちゃ可愛いぞ。不思議バンナーと並べ、でけえバンナーと並べ、でけえガタイと並べるという。こういうこともできちゃうからね、上に乗せるっていう、可愛い！めっちゃ可愛くね。ミミッキーはね、不思議バンナーの鼻の上に乗ってるっつ。いや、めっちゃ癒しじゃん。これ写真撮れて映えるね。インスタ映えするわ。めっちゃ可愛い。これ写真撮るとめっちゃ楽しいよ。それではまた次回、次のシリーズ、次のセットでお会いしましょう。いや、次も楽しい。次のもね、やばいやつ来るから、ちょっと回復で楽しみなんだよね。スケールワールド結構集まってきたから、
回で、いや、次回、いや、まあ、どうしようかな。もうちょっと集まったら全部、今までゲットしたやつ全部並べて、ちょ、見てみて、全部大きさ比較してみたいよね。ミュウツーとかも一番最初に来たさ、大木戸博士セットの、そうだよ、大木戸博士セットと一緒に開けたよね、ミュウツーね。ミュウツーも一緒にちょっと見たいなと思っている。大きさね、比べて、ミミキとミュウツー。ミュウツーでかかったかな？さすが2メートルのボディパワーだよな。